待たせしました。まずは野菜スティックとタコスサラダになります。ご主人様、お隣失礼します。私も失礼します。じゃあまずは野菜スティックからいただきます。はい、人参、きゅうり、大根、どれからいきましょう。この特製味噌マヨソースをつけてどうぞお召し上がりください。決めた。人参からいただきます。ぴょん。いただきます。早く食べないとなくなっちゃいますよ。やっぱりこのソースよく合いますね。人参ってウサギになった気分ですよね。
主人様も食べて食べて美味しいよ。もう一杯いっちゃおう。キュウリに味噌マヨとか無敵。いただきます。水分の多さがいいですよね。
最後に大根うわー、真っ白みずみずしい、あーん、うん、すごい。何本でもいけちゃいそう。もう一本いきます。この歯ごたえ、シャリシャリ感。気持ちよくないですか？私もいただきます、ご主人様。これにしよう。いい歯ごたえ。噛めば噛むほど甘みが出てきて美味しい。もう少し食べよう。
か主人様。次はタコスサラダ。ふう、おいしそう。タコスというのはメキシコを代表する料理の一つで、トウモロコシで作ったトルティーヤで様々な具を包んで食べるのが一般的です。今日のサラダはタコスチップスを使い、具は炒めた牛ひき肉、レタスの千切り、トマト、チーズなど。あ、ソースはチリソースで、お好みでサワークリームを。もう説明はいいからいただきまーす。あ、もう仕方ないな。はい、ご主人様どうぞ。タコスチップスのパリパリの音、これがまた香ばしい。主人様どうですか？私もいただきます。チップスはちょっと大きいので崩しながら食べてくださいね。よいしょ。そうしないと食べづらいですから。シャキシャキ感とタコスのバリバリ感がいいですよね。
り味がついてるから、そのままご飯にのせても美味しいんですよ。スパイシーさとチーズのとろり感がいいですよね。最後にもう一口。ですね。お茶入れますね。今日はジャスミンティーです。
はい、ご主人様どうぞ。ジャスミンティーです。リンゴもどうぞ。ありがとう、モモ。では、いただきます。いい香り。ほっとしますね。私もいただきます。です。それでは、次のお料理お持ちしますね、ご主人様。少々お待ちくださいませ。お片付け、おしまいです。先輩、お腹いっぱいになりました？全部きれいに食べてくれてありがとうございます。さあさあ先輩、こっちに来て食休みしましょう。膝枕してあげますよ。大丈夫です。食べてすぐ横になっても牛になんてなりませんよ。それにもしなっても私がお世話してあげます。なんちゃって冗談はともかく、ほらほら早くこっちに来てください。首、痛くないですか？高さ、大丈夫です。辛かったら言ってくださいね。先輩の髪の毛、くすぐったいです。よしよし、よしよし。こうしていると、世界に私たちしかいないような気がしてきちゃいますね。あ、そうだ、耳かきしてあげましょうか。私、こう見えても得意なんですよ。まあまあ、遠慮なさらずに。ちょうど、耳かき棒もここにありますし。それじゃあ、お耳、
見せてもらいますね。そこ溜まってますね。やりがいがありそうですお掃除していいですよね。ね。ありがとうございます。では早速始めますね。楽しいですよね。
ですか？痛くありませんか？もうちょっと強くします？あ、これくらいがちょうどいいんですね。じゃあ入り口の方からカリカリってしていきますよ。Thank you.
持ちよさそうな顔してます。カリカリクリクリってされるの気持ちいいんですね。家族にも上手だって評判なんですよ。先輩もしたくなったらいつでも私に頼んでくださいね。
入り口の方はもう大丈夫かな？次は奥の方までカリカリしますね。取れました。あんまり溜め込んじゃダメですよ。私は楽しいですけど。溜まったらまた私にやらせてくださいね。約束ですよ。さあさあ、もっとキレイキレイしますからね。先輩はそのままリラックスしていてくださいね。
先輩、だらしない顔。お腹もいっぱいで眠くなってきちゃいました？もうすぐ終わるので、あと少しだけ我慢してください。耳かきカリカリ、もう少しキレイキレイですからね。
き終わりました。で、まだ仕上げが残ってるので、じっとしててくださいね。何をされるか不安ですか？大丈夫です、痛くはないですから。では、行きますね。ふぅー、ふぅくすぐったいですか？我慢してください。ふぅふぅして、細かい汚れを吹き飛ばすのが最後の仕上げなので。もう少し強く。最後にもう一つ。綺麗になりました。ごめんなさい。綺麗になった先輩の耳を見ていたら、つい、こんなこと家族にはしてませんよ。先輩の耳だけ特別で。先輩、もう少しだけペロペロしてもいいですか？ありがとうございます。では、失礼して。これ、なかなかいいですね。先輩の耳、私のペロペロで綺麗になってテカテカしてます。ペロペロされて気持ちいいんですか？もっとしてほしいですか？私のわがままでペロペロしているんですから、遠慮しないでくださいね。先輩が気持ちよくなってくれるなら、私…ありがとうございました。今度こそ耳掃除おしまいです。耳ペロペロ気持ちよかったですか？
もっとしてほしそうな顔をしてますそんな名残惜しそうな顔しなくても大丈夫ですよ。反対側もちゃんとしてあげますから。片耳だけじゃ気持ち悪いですもんね。